はい、ということで浅野駅に降り立ってしまいました。私はこれで、海島浦まで行くつもりでいるんですけど、まず行けるのかどうか、行ったとして帰ってこれるのかどうか全くわからない状況になっております。多分あちら側だと思うんですよね。大網駅を思い出しますね。で、あそこで乗り換えをどうもする、あそこを渡って乗り換えをすると思うんですけれども、全駅無人駅ということでございますので、こんな感じ。そして人はなぜかお一人いらっしゃると。これを回ってもう一度展望を見ていただいて、次の列車を逃してはならない。はい、また撮ってまいります。ご視聴ありがとうございます。引き続きご視聴よろしくお願いいたします。